こんにちは、おにくです。今回は NiziU の迷宮ハッピーのダンスパフォーマンスビデオが出たので見ていこうと思います。いきなりね、このダンスパフォーマンスビデオが出たのでめちゃくちゃびっくりなんですけど、もう早速見ていこうと思います。やばい、もう JYP の供給が多すぎてもうついていけないんですけど、やばいな。もうどん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 出てきて、嬉しい悲鳴ってこのことだなっていうふうに思いますね。どんな衣装でどんな服でどんな風に踊るんだろうっていうのを見ていきたいと思います。そして普段は NiziU や JYP のアイドルについてたくさん動画を更新していますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは見ていこうと思います。緊張してきた、やばい。ちょっと見てないやつだから、ふう、どんな感じなんだろう。もう後ろ姿で幸せ、やばい。どんな感じなんだろう。てかこれ待って、なんかすごいまた練習した気がする。なんか前よりその位置関係がバッチリな気がする。いや、こうだってリマちゃんとこのリオちゃんの距離もバッチリですよ。え、これ下に引いてやるかな、線。え、なんか完璧な気がする。いつもこのリクちゃんのねサポーターが途中で取れたりするんですけど、今日はどうなんだろう。マヤちゃん、てかこれいつ取ったんだろう。本当気になる、気になることしかない。いや幸せ、まやかちゃんかわいい、やばいやばい。すごい、この広がり方もめっちゃ完璧なんだけど、やばすぎ。てか完璧だわ、ここまで揃えれるってやば。になちゃん、いやーもう足長すぎ、かっこよ、いいわ。きたきたきた、2番。リオちゃん、うわ、めっちゃ揃ってるんだけど、感動しまくってやばいんだけど、どうしよう。私さっきイッチ見たばっかりなので、なんだろう、まだデビューもしてないグループがここまで行くのやばすぎて、やばい、今また感動してきてしまっている。かっこいい、いやまこちゃんやば、さすがすぎる。かわいい、今のやばい、ミヒちゃんかわいすぎた。あ、これはもうねパートか、なんて言うんだろう、撮り直してサポーター撮ったりしないやつだ、一発撮りだ。いや完璧、いや最高すぎる、どうしよう。あ、もうねこれはね言いたいことができましたね、最高。もうこれはね神パフォーマンスビデオだわ。きたー、いいね。この4人ね、こういうラップをするの曲ってないからいいよね。でもいい、かっこいい。いや本当にリオちゃんね、ラップうまいと思う。やっぱりかっこいい、やばい、めっちゃテンション上がってきてる。夜なのに今寝れるかな今日。あ、こっちの踊り、待って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 、どういうこと？え、こっちになったの？正式がこっちになったの？え、どっち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 ？わかんないわかんないわかんない。こっちになったのかな？かわいい。ミーヒちゃん見てるだけで癒されるわ。やばいやばいやばい。最強すぎ。はい、見てきたんですけど、これ神ビデオじゃないっていうことがまず言いたいのと、あとやっぱり私さっきまでイッチのパフォーマンスビデオとかを見てて思ったんですけど、やっぱりパフォーマンスで足音がねボンって揃うところがすごくかっこいいと思うんですよ。足音、そしてこの手の拍手とかもなんですけど、すっごいこの9人揃えるのってね簡単じゃないですよ。やっぱりね、ちょっとでも遅かったりちょっとでも早かったりしたら全然違う感じになるのに、もうみんなの足音がボンって揃っていたのを聞いて、あーもうめっちゃ練習して、もうほんとここまで来たんだなって思って、さらにねこの MV とか撮ったりとかいろんなことした後も常に練習していると思うので、もう完璧すぎてテンション上がりました。そして最後のねサビのところの振りが、ニジプロジェクトのファイナルミッションの時と韓国語バージョンの時の振りが一緒で、ニジプロジェクトの MV の時とかは違ったんですけど、今回のパフォーマンスビデオはこのニジプロジェクトのファイナルミッションの時と迷宮ハッピーの韓国語バージョンの時と一緒のね振り付けになってましたね。
こっちで固定なのかな。ちなみに私的にもどっちかといったらこっちの振りの方が、なんだろうな、その最後だけね振りが違うっていうのが楽しめるし、なんかね可愛らしい感じがするので、うん、こっちで行っても全然ありだし、もう私20だったら結局何でもありなんですけど、うん、ここはこういう風になったのかなっていう風に思いました。今日本語バージョンだったので、日本語バージョンでこっちの振りをしてたので、うん、これで固定なのかなっていうふうに思ったんですけど、もう最高すぎる、やばい。これからどんなことをやっていくんだろうって思ったんですよ。もう二重な二次ストーリーズとか、あと TikTok を今している段階で、どういうことをね、やるかとか全然まだわからなかったんですけど、パフォーマンスビデオがこれってことで、なんか前ちょっと切り抜いたのあったじゃないですか。MV の撮影してるところとかでやってるのがあったので、あれがパフォーマンスビデオじゃなかったのかなっていうふうに思ったんですけど、今回ね、改めてこの白いバッグのところで、パフォーマンスビデオやってくれたので、びっくりした。ちょっと待って、前の時のやつはなんだ、あったよね、そうだよね、前は迷宮ハッピーのパフォーマンスビデオが1ヶ月前に上がってて、で迷宮ハッピーのダンスパフォーマンスビデオ、ちょっとねこっちの方がすごい一発撮りで、その画角とかも変わらなかったので見やすかったので、うん、最高に幸せな時間だったなっていうふうに思います。そしてね、もう推しとかね、推し服まずね関係なく、もう本当にみんな癒されるし、みんな実力上がりすぎてるし、もう本当デビューまで待ち遠しすぎるんだけど、これ毎回言ってますよね、これ毎回言ってるけど、本当にあと2ヶ月待てきれない、待ちきれなさすぎてやばいんですよね。いろんな今 JYP もほんと J-PARK さんとか ITZY とかがカムバしてくれてるから、こういう風に待てるんですけど、20だけだったらもうここまで高まりすぎて、もう私どうなるって感じだったので、はい、もういろんなね動画、私 JYP に関しては結構本当に動画アップしているので、これからも見てくださると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、はい。で、この部屋でね、夜動画を撮るとね、かなりね、顔が暗くなってしまうので、ちょっと今日もね、疲れてるって言われちゃうかもしれないんですけど、疲れてないです。全然疲れてないです。もう、なんだろう、YouTube やってる時が一番楽しいぐらい、むしろ、もう本当に、この自分の感情をぶつけたりとか、自分の感情を共有し合える部分っていうのが、私には本当に YouTube しかないぐらいね、YouTube でかなり高めさせていただいてるので、もう本当に幸せな気分ですね。もうめちゃくちゃ幸せです。はい、もう毎日こんなに動画上げさせてくれてありがとうございますって感じで、もうこれが25本目なので、私の今月の30本まであと5本となりました。で、結構本当に毎日アップしてるし、毎日ね2本アップしたりする日もあるので、今日みたいに皆さん、あ、やばい、言うの忘れてたんですけど、皆さんのねこのパフォーマンス動画の感想などもあればコメントで書いてください。よろしくお願いします。これからこの動画の編集が終わったら皆さんへのコメント返しします。